ラオウ杉本ランニングホームラン7回無視1三塁のチャンスでフルスイング左翼へ伸びた滞空時間の長い大飛球はフェンスに直撃跳ねたボールが点々とし相手守備が打球処理にもたつく間も杉本はスピードを緩めることなく巨体を揺らしながらホームまで全力疾走ホームへと滑り込んだ後両腕を突き上げて歓喜したその後昇天ポーズも披露球場も大盛り上がりとなった意外と足速いぞ杉本は俊足やぞ昇天ポーズしてて草フェンスのアシストがすごかったな球場なら普通に柵越えの当たりではあった見たらギャグとか特になく普通にランニングホームランだの面白いあれでホームまで帰ってこれる杉本の足すごくね京セラなんか跳ねやすいから処理誤ったら割とあるだろうなご視聴ありがとうございましたこのチャンネルは野球速報チャンネルです野球知識や思ったことをコメント欄にぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです面白い情報を知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。